稲荷停留所跡説明板下において当時の線路が露出する。稲荷線は京都市伏見区深草に付設されていた京都市電の軌道路線。明治期に京都電気鉄道によって建設され、1918年に京都市に買収された。路線は伏見区関人橋から伏見稲荷大社前までを結んでおり、京都市電では唯一の全線専用軌道であった。 伏見線の視線としての色合いが濃く、戦時体制下を除いて、すべての列車は伏見線に直通した。毎年正月三が日には、伏見稲荷大社への初詣客で混雑した。1970年に伏見線と共に66年の歴史に幕を閉じた。廃線後は稲荷駅付近の線路跡が稲荷自動公園になっている。この場所では、 廃止から約50年が経過した2020年1月に公園の改修工事に伴って地下に埋まっていた線路が露出している。停留所、交差する通り平面交差1931年と1934年の2回、京阪本線との平面交差で衝突事故が発生し1935年に京阪電鉄より白物弁栽として、 大津線で使われていた80型電車89号が京都市電に引き渡された。ありがとうございます。